小栗町絵は、大阪生まれのバイオリニストである。夫は、同じくバイオリニストの国道千尋である。6歳から、総愛音楽教室に入室し、東芸有二、江藤俊也に支持する。1964年、東方女子高等学校音楽科に進み、1968年、同高校を卒業して、東方学園大学に進んだ。その間、斉藤秀夫に支持。 大学1年生の時の1968年第37回日本音楽コンクールで第1位レウカディア賞を受賞。大学3年生の時の1970年第10回海外派遣コンクールでアタケ賞を受賞した。1971年、東方学園大学を卒業し、翌年の1972年ビエニアフスキ国際バイオリンコンクールで第10位。 特別賞を受賞した。1973年、インディアナ大学に留学し、ジョーゼフ・ギンゴールド、フランコ・グリに指示、アーティスト・ディプロマを取得した。1974年、工藤千尋らとインターナショナル玄学始終相談を結成し、1976年、エビアン国際室内学コンクールで、第1位、大賞、1977年、 ミュンヘン国際音楽コンクール、弦楽史重奏部門で第3位を受賞した。1977年、ニューヨークでデビュー、その後、欧米を中心に演奏活動を続けるとともに、インディアナ大学サウスベンド工場教授を経て、ブラウン大学アーティスト・イン・レジデンスを務めた。1986年に帰国し、活動拠点を国内に置いた。1994年、 岸光一作曲のバイオリン曲、竹取物語を CD リリースした。現在、総愛大学教授、斉藤記念オーケストラのメンバー、泉、シンフォニエッタ大阪のコンサートミストレスとして活動している。2004年、エクソンモービル音楽賞洋楽部門本賞を受賞。2009年3月31日、小松和彦式、大阪フィルハーモニー交響楽団による、 高一生誕100年記念コンサートにおいて、岸士一のバイオリン競争曲を演奏。総愛大学で教えるから、夫の工藤千尋と共に、多数の優秀な文科生を輩出している。教育者としての知名度も非常に高い。文科には、神尾真由子、長原幸太、木島真弘、大田忠雄、清永綾、黒川優、中山雄一などがいる。ありがとうございます。